ヘラヤガラ科は、トゲウオ,オモクに所属する魚類の分類群の一つ。ヘラヤガラなど一属三種が記載される。加盟の由来は、ギリシア語のアウロスとストーマーから、ヘラヤガラ属の一種、ヤギ類の間で倒立する姿。擬態の一種と考えられているヘラヤガラ科の魚類は、すべて海水魚で、インド太平洋から大西洋にかけての熱帯域に広く分布する。 温暖な海のサンゴ礁や岩礁域に生息し、小魚や甲殻類を主に捕食する。他の中から大型魚類に寄り添って泳ぐ習性が知られるほか、斜め向きあるいは逆さまといった得意な姿勢のまま漂う姿がしばしば観察される。退職は個体差が大きく、海藻などに擬態して変化させることもできる。稚魚は富裕性で成長には時間がかかり、 地魚を終えるまで100日を超えることもある。長期に及ぶ浮遊生活は、本科魚類の分布拡大に貢献していると見られ、インド太平洋のヘラヤガラオーラスタマスチャネンスス、東部大西洋のエーストラゴスウス、西部大西洋のエーマキアレイトスは、それぞれの海域で広域分布種となっている。近年の分子生物学的解析によれば、大西洋の2種は、 パナマ地境が閉じられた350万年前とベンゲラ海流によってインド洋との交流が遮られた250万年前にそれぞれインド太平洋の祖先と分岐した可能性が指摘されている。ヘラヤガラカの仲間は左右に平たく側平たした細長い体型を持ち最大で全長80センチメートルほどに成長する。は筒状に伸び下顎の先端には 肉質の髭が存在する。肛門は腹期よりもかなり後方に位置する。体側は鱗に覆われ、側線はよく発達する。背びれは木膜をかいて独立した8から12本の棘状と22から27本の軟状で構成される。尻びれは23から28軟状で、おひれ公園は丸みを帯びる。椎骨は59から64個で、 前方の四個は著しく大きくなる。近縁の柔らかは、本家とよく似た細長い体を持つが、口ひげ及び背びれと下状を持たないこと、尾ひれが二股に分かれること、肛門は腹気のすぐ後ろに位置するなどの形態学的際によって判別される。本家魚類の細長い体型は、待ち伏せ型の狩りに適応したものである。同じような体型を持つ魚類と比較すると、 他のトガではハラシーの数を増加させることで、細長い体型となっているのに対し、本館魚類はオシーの数を増加させている。この特徴は、非常に珍しいもので、本海以外には、化石魚類のサウリクティス目でしか見られない。ヘラヤガラカには、ネルソンの体型において一族三種が認められている。ヤガラカと共に、ヘラヤガラ浄化を構成し、前半の四つの椎骨が伸長。 融合するという共通の特徴を有する。ヘラヤガラ。日本近海から知られる唯一のヘラヤガラ化魚類で太平洋からインド洋にかけて広範囲に分布する化石記録としてはドイツのフラウンワイラーから産出したフラウンワイラーストマスシナークアリーズなどがある。ありがとうございます。